松永久秀のあざけりを胸に屈辱の退却行を続ける奥州伊達軍。そんな彼らの耳に思いもかけぬ一報が届く。豊臣秀吉、徳川家康の反旗により沈没。敵の追撃はもはやないと確信させるだけの吉報に胸をなで下ろして川中島に踏み込んだ一行。この時片倉は気がついていなかった。己が内に宿る鋭敏なる直感と断りが相次ぐ苦境と疲弊の末に麻痺しきっていることに。誤算の霧が散った今、私を阻む者はない。いざ海へ、横たわりし者全ていてつかせよ。軍神、虎を求めて降りてきたか。東の末路。虎よ、あなた様の武運を祈ります。真なる戦の地にて巡り合いましょう。刑事、辛くは屋敷でお休みなさい。ごめんな、ケンさん。少し体を動かしたいんだ。じっとしてると壁の模様まで怖く見えてさ。無敵の俺が立つ限り、毘沙門天は絶対無敵。これまでの小競り合いは遊びかよ。きっと舐められてたのさ。突きろ。ここまでか。その命、芽吹いた時に立つべきであった。剣心様、我々では持ちませぬ。悪くはなかった。だが情けは勝った。俺は無敵の主人公。一年かけて名を上げた。はい、それはともかく俺は無敵。主人公なのにやられた。この凍土は私の心、かたくなに人を拒む。さあ、お前も帰りなさい。軍神、こんな風雪乱舞に何の意味がある。食い入る男で様子見か。山おろしよりも冷えた戦だ。あの男、剣心様のお心も知らず。良いのです、あれもまたしかり。こぼれし者を出した非道には変わりない。あなた様が震われるような相手ではありません。一筋縄とは思っちゃいねえ。氷の判断か。こいつもあなたも冬将軍だ。政宗様を布で包め。
体が冷えたら終わりだ。へい、俺たち気合入れて温めやす。俺を置いていってください。立て、眠れば政宗様を守れる。たかが一つ、収集位置が変わったに過ぎねえ。先には行かせん。この命に変えてでも。散りゆく人を、には負けない。勝って戻るんだ。あのお方の日々を乱す者め。出て行け。剣心様の愛する雪景色にこれ以上踏み入るな。怪我人を連れて迷い込んだんだ。異界なり町で治療なり手はあっただろう。草場での功績だけが忠義だと思ったのか。先に俺はそう思っていたのだろうな。飲まれ溺れろ。てめえは歓迎するのか。冷たき軍神の出陣を。全てはあの方のお幸せのためだ。私個人の意見など関係ない。くじけきり、ろくに戦いの男を置いてでもか。あれは私だって止めたかったんだ。もう言い合いはやめだ。政宗様の傷に響く。ああ、争うのは達者な人間だけでいい。節操のない技め、あの方の真偽を見習え。政宗様を守る。てめえを人質としてもだ。誰が捕まってなどやるものか。目を閉じろ。そのあがきを終わらせてやる。春日様、小牧長久手より下級のミッションが。何？分かった、確認する。無理だろ、あんなの防げねえよ。進め、天道を目指して、いざ。ここはこんなもんでいい。この問題は次か。目を離した。池田キノコ凍る雷光。伊達の柱となれ。雪景色は多かれど、雪をも溶かす恋の花。冬を乗り越え、その時を待つ。
の前田圭司という機にウグイスを呼べ。秀吉、お前の最後は寂しくなかったか。俺、お前の本音を聞いたことがあったよな。アンベ、そっちでも秀吉の世話頼んだ。立ち止まるもよし、追い行くもよし、けれど願わくば今一度我が元に。刑事め、足手まといになってどうするんだ。刑事、よくぞ引きました。お前の御霊、打ち捨てたくはなかった。魔のものは消え、歯のものは落ち、私たちの時は満ちた。しるべなき道をたどり、いざしるべたるあなた様のもとへ。かささぎの橋を渡るのはただ一人、私のみ。戦えぬ者を見放さない。右目よ、それがお前の限界です。何度見逃せば気が済む。右目として捉えるべき初夏の動きと力を。捉えよ。措置の橋にてしばしお待ち。一つだけ問おう。くじけた男を餌とする、それもあなたの戦か。それが戦のために捧ぐべきものなら。全身の手のひらは血の通ったものと思っていた。ゆえに傷ついた敵に手出しはせぬ。そのような楽観はそなたらしくもない。兵のため、望みのために最善を打つ。それができねば率いる資格はありません。結局一番の半端者は俺か。この私を撃ち覆せばよいこと。そなたは武人から将へとなりつつある。見届けられぬのが惜しまれるほど。知らず明鏡のうちもどかしさを抱き眠れ。市中に生を求むべし。俺は決して降りられねえ。光を余さ。はっ！うん！ち！出よ！す！さらば！剣心様！武田が徳川に敗れました。何故？甲斐の虎、武田信玄が病に。軍神。
今生の絵にしは今や夢うつつなれば冷たき棺にてまどろみましょう。あのお方が封を解くその日まで。